こんにちは、スーです。今回は実際の心音を聞きながら心音の鑑別について解説していきたいと思います。今回はこれらの心音、心雑音について聞いてみたいと思います。まずはじめに正常の心音を聞いてみましょう。正常では1音と2音が聞こえます。1音は房室弁が閉まる音です。2音は動脈弁が閉まるときに発生する音です。次に3音について聞いてみましょう。3音は心室の拡大や心室に流入する血液が増大しているときに聞こえる音です。2音の後に聞こえ、たったと、たったとといったように聞こえます。うっ血性心不全、僧帽弁閉鎖不全症、拡張型心筋症などで聴取されます。次に4音について聞いてみましょう。4音は心室液が硬くなり、スムーズに心室液を進展させることができずに生じる衝撃音です。1音の前に聴取され、トトッタ、トトッタ、トトッタといったような感じの雑音に聞こえます。うっ血性心不全、虚血性心疾患、高血圧などで聴取されます。続いて収縮・屈出性雑音について聞いてみましょう。この雑音は収縮期に生じる雑音で、1音から離れて聞こえます。1音の後に次第に強くなり、収縮中期に最も強く聞こえ、その後小さくなって聞こえます。大動脈弁狭窄症などで聴取されることがあります。次に全収縮期雑音について聞いてみましょう。この雑音は1音から2音まで連続する音量が一定の雑音です。僧帽弁閉鎖不全症などで聴取されます。次に拡張器ランブルを聞いてみましょう。拡張器ランブルは2音から遅れ、僧帽弁開放音の後に生じます。僧帽弁狭窄症などで聴取されることがあります。最後に拡張早期雑音について聞いてみましょう。この雑音は2音から始まり、次第に小さくなる高調音の雑音です。大動脈弁閉鎖不全症などで聴取されることがあります。今回の解説はこれで終わりです。今回はこれらの雑音について聞いてみました。最後にそれぞれの雑音についてもう一回聞いてみましょう。まず最初に正常の心音です。3音です。4音です。
収縮屈出性雑音です。全収縮器雑音です。拡張器ランブルです。拡張槽器雑音です。最後までご覧いただきありがとうございます。新雑音の解説はこれで終わりです。難しいと思いますが、繰り返し聞いて見分けられるようになりましょう。 Thank you for watching and please subscribe.